武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は高知大学の科学の勉強について話していきたいと思います。科学ですが、問題は全学部共通なのですが、まあ、教育、理学部、まあ今理工ですね、とあと農林、海洋、こちらは時間90分で、医学部医学科に関しては時間120分で2科目という形になっております。で、大問が6題ですね、出題されております。で、問題そのものの難易度は割と基本的、標準的な問題が多いので、まあマーチレベル程度の問題やっておけば十分、対応できます。ただ、計算過程を、書かされる問題や、論述問題がかなり多いので、国公立標準問題集キャンパス、で記述練習ちゃんとやっておいた方がいいでしょう。またその知識の穴埋め問題などもそれなりに出てきますので、リードライトノートや必修整理ノートの用語の穴埋めの部分ですね、ちゃんと確認して、ただ問題集やるだけじゃなくて、そういったなんていうか大問形式の問題だけじゃなくて、穴埋め問題などの対応もしっかりできるように心がけておきましょう。で、大問数が多い以上、まあ様々広くテーマが出てくる形となっております。で、それに対して、時間、で考えると、まあ特に医学部医学科は60分で6題っていう形になると、まあ、全てを解き終わるのはかなりスピードが要求されますし、まあ、そこで焦って時間が、なくなるということがないようにですね、確実に解ける問題で時間をちゃんと使って点数を稼ぐように意識しておきましょう。で、まあ反応式だったりですねが結構その幅広く、まあ理論、向き、有機、どこもそれなりにまんべんなく出てくる形となっておりますので、まあこちらに関しては解けないということがないように、要は苦手分野が基本的にないようにってことは確実にやっておく。で、その上で、解ける問題、できるだけ早く解ける問題ですね、その中でも、がどこなのか。で、それをちゃんとミスしないで、しっかり、できるようにする。そして、まあ、反応式など、に関しても、ちゃんと記述ができるようにしていくというように、基礎力の充実をですね、完成度高く、できるように心がけておきましょう。計算がちょっと足りないなという、計算力ですね、足りないなという場合には、ゼロから始める科学計算などで、まあ、補強するように、心がけてください。以上が科学の勉強となります。